さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。アーマードコア6、実況始めます。いろいろな武器を試した前回。何でも一度は試しとかんとな。しっかし格闘技強かったな。中でもパイルの火力が突出してますね。今まで何度もそれに助けられたのよ。それでは今回も傭兵火力頑張っていきましょい。さて今回はまたミッションを進めていきます。どれから始めればええのん？そうですね。とりあえず軽いやつから始めてはいかがでしょう。いいんじゃないかな。ではこちら、旧時代データ回収を選択。ちなみに報酬は0。え？レイブ、あなたに個人的な依頼があります。先にコーラルゲクリューが発生し、廃棄される運びとなったエンゲブレトコード。その調査に行きたいと考えています。当該行動は前回の異変まで半ば捨て置かれていましたが、ルビコン開発中期から存在しており、その歴史は古い。様々な時代の痕跡が残っているはず。それを調べていきたいのです。私には残念ながらあなたに報酬を支払うための資産がありません。そこで代案なのですが、惑星封鎖機構の機体残骸を見つけたら、ぜひアクセスしてみてください。企業もルビコニアも封鎖機構の情報を集めています。回収したデータを私の方で換金し、あなたへの報酬に充てたいと思います。ウォルターには周辺の地形確認に行ったことにしておきました。レイブン、付き合ってくれてありがとうございます。メインシステム、戦闘モード起動。エアタンからのお仕事だったのね。早速ですが、データ回収を行えそうな機体残骸をいくつか検出しました。マーカー情報を送信します。データ拾ってけば金になるってんならまあええか。ここまだ敵が残ってるんやな。以前の事故でもう封鎖予定のはずなんですけどね。回収前に片付けるのよ。最初のデータ。封鎖機構の機体情報です。換金してあなたへの報酬に当てさせてもらいます。やりくり上手な嫁。やっとエアタンいいお嫁さんになるのよ。大した敵もいないようですし、手早く進めましょう。これまたコーラル逆流とか起きないよね。じゃあどうでしょう。先の逆流現象の影響でシステムが部分復旧している残骸もあるはず。それを見つけていきましょう。このデータも換金できそうです。あなたへの報酬が増えるのは、これは旧世代のエンシン。タイムスタンプによると、記録されたのはアイビスの日の2日前。あの災害が発生する直前の予兆について言及しているものと思われます。解放戦線の創始者ドルマヤンの随走録。声を見るようになってどれほど経つだろうか。尽きることはないから心配はいらない。いつものように恵みを取る私に彼女はそう言った。私が君なら許さないだろう。私はそう言ってそれから己の欺瞞を恥じた。よくわからん。ドルマヤンは声を見て、そして交流していたということでしょうか。大方あれやん、コーラル決めすぎて電波受信するようになったんと違うんか。ドルマヤンはもともとローザーだったらしいので穴がち否定できない。次行くのよ次。極めて個人的なものであるように。強化人間についての言及があります。あなたもまたコーラル技術によって生み出された存在。でもそうでなければ私たちの交信はなかった。取得できる情報はもうなさそうです。あなたがルビコンの過去やコーラルについて何かしら思いを巡らせてくれたなら、私としては嬉しいです。これでミッションは完了のようです。エアタンのおねだりミッションやったんやなって。たまにはこういうのもええな。
新着メッセージ一件。戻りが遅いぞ621。お前はすでに名の売れた傭兵だ。あまりうろうろするな。まあいい、今日はもう休んでおけ。パパに怒られちった。次のミッションはオーネストブルーツ排除。あれ、この名前前回アリーナで出てこなかったっけ。そうですね、 B ランク対最上位の名前です。ガンタテマンにシュン殺されたミキアナ、そのミキをなんで排除せなあかんの。まずはブリーフィングを確認しましょう。早速だが本題に入ろう。あんたが絡まれた危険の遺産アイスワームについてだ。封鎖機構だけなら企業が手を組めばなんとかなるかもしれないが、あの化け物は規格外だ。数で当たってどうにかなる代物じゃない。厄介なのはそうだね、常時展開されているリアクティブシールド、コーラルの指向性を応用したものだろう。通常兵器では太刀打ちできないと思っていい。そこでだビジター、私がシールドをこじ開ける獲物を作る、その手伝いも兼ねて仕事を頼みたい。場所はグリッド012、開発初期に作られた崩落寸前の区画だが、そこに私らを裏切りラッドを抜けた救いようのないクズが隠れ住んでる。クズの名はオーネスト・ブルートゥ。 AC ミルクトゥースはうちで組んであった機体だ。欠点は乗り手がクズなところだね。やつはラッドから金と技術と私がこっそり組んでた秘密道具を持ち逃げした。その秘密道具がアイスワームのシールドをこじ開けるのに必要なのさ。準備はいいかい、ビジター。ブルートゥーを消すんだ。そうすればみんなが得をする。メインシステム戦闘モード起動。そういうことやったんやなって。始めるよビジター。案内は私に任せな。頼む。ようこそビジター。お、何やわれ。このような壁地まで来てくださるとは感激だ。そうかそうか。ブルートゥー、あんたが盗んだものを返してもらいに来た。おや、カーラのご友人でしたか。素敵だ。ならば私にとっても友人同然です。新しいご友人、楽しい時を過ごしましょう。ほっときな、ミジター。細胞を目指すんだ。おい、なんかやべえぞあいつ。とりあえずまともな個人ではなさそうですね。オールマインドのプロフにも巨源壁の人格破綻者と書いてましたし。むしろそれでもマイルドな書き方してたんとちゃうんか。今は奥に進みましょう。遠くから新しい友人が訪ねてくる。素敵だ。本当に心が躍ります。お待ちしていますよご友人。私はあなたと上手に踊れるでしょうか。心配だけれど、それよりずっと楽しみです。スロースロー、クイッククイックスロー、スロースロー、クイッククイックスロー。待ち遠しい。様子のおかしい人です。うぜー、おい、なんだあいつ、今まであったどの決めをよりキメキメすぎんだろ。しかもどの決めをともベクトル違いすぎんだろ。サブエボたちはサブエボ。落ち着いてくださいご友人。やめて、あれはこの世に置いといちゃあかんやつなのよ。アネボはクズとか言ってたけど変態でしょ変態。しかも遺伝子レベルで絶滅させなきゃなんないタイプの。ご主人様、変態については理解ある方だけど、あれはダメー。ちなみにこの動画編集してる時に X こと Twitter でブループーシがトレンドに入ってましたね。だからなんなの。ブループーシルビコン傭兵の間で大人気。コーラル決めすぎでしょ。アネボもしみじみキモい仕事押し付けてくれたもんなのよ。もうさっさと仕事終わらせて帰りたい。
うん、そうだね。気を抜くんじゃないよ。どうやらこの場所が目的地のようですね。さっさとあの変態始末して定時退社決めるのよ。オラ出てこいや変態。ここは何かの格納庫だった場所でしょうか。撃破目標の AC が付近にいるはず。新しいご友人、さあ楽しみましょう。うおー、冬木とかやってくれんじゃねえかてねー。カーラ、あなたはいつも私に新しい出会いをくれる。素敵だ。黙らせてやりな、ビジター。言われるまでもねえのよ。染色体の一本も残んねえくらいにぶっ崩してやっから覚悟しろが。スロー、クイック、こういう字。踊り疲れたのですね。花はどこだ。手向けなければ。粛清。まあ道中でリペアキット使い切っちゃってましたからね。やろうぞクラッシャー。改めてチェックポイントからリスタート。こそこそ隠れやがっててこいやごら。ご友人、サプライズをさせてくれないのですか。当たり前でぶち殺すぞクソが。デレーテ、カーラ、あなたはいつも私に新しい出会いをくれる。素敵だ。おう、もっと素敵な死体にしてやっから降りてこいや。ワンのパインぶち込んで PC 当てたるわ。ジェネレーターの甘美な調べ、ミルクチュースも喜んでいます。ご主人様もおめえをボコボコにする喜びにクリエイトンのやぞごら。通過火炎放射やめや前が見にくいんじゃ。とそいつご主人様にもよこせ。空踊れ踊れ踊りたかったんやろ。スロースロークイックイックスロー。ウンとしてのはこうつかすんじゃわかったかごら。オラとしたコーラン決めたらんのか。決め決めじゃないんか。もっと素敵に踊ってみせろやご友人。ご主人様こそがおめえのサプライズやわかったか先輩。そうかわかったかじゃあしね。よしっか、アタリフォーマーさせるかー。敵 AC 機能停止しました。死んだみたいだね。よかったよ。さてビジター、釣られてる秘密道具を回収するとしよう。無言で死体を釣るのはやめてくださいご友人。近年稀に見るほどに気持ちよかったのよ。何にせよミッション完了ですご友人。やめて。新着メッセージ一件。ラッドのチャティスティックだ。お前のおかげでブルートゥーは死んだ。ボスは工房にこもってレールキャノンをいじり倒しているが、あれほど気分の良さそうなボスは見たことがない。わかる。要件はそれだけだ。じゃあな。変態死んでカーラの姉子がウッキウキってことだけ言いたかったんやな。チャティニキ、特にそれ以外の連絡はないみたいですね。姉子のこと大好きなんやな。チャティニキいいコンビですね。さてまたミッションも進めたところで今回はこんなところですね。姉子がデスワームをしばくおもちゃ作るまでは待ちってことね。まだ依頼が残ってますから次回はそれを済ませてしまいましょう。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。